はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、忍者イベントの、まあ、後半戦ですね。もうすぐ終わりなんですけれど、はい、今回はですね、土蜘の根城、こちらの潜入イベントの方をやっていきたいと思います。でですね、これ1回潜入に、30個の変化の粉っていうのかな、これを、まあ、消費してですね、まあ、10回潜入となるとですね、まあ、まとめてということで、これは300のまあ、変化の粉が、まあ、必要になってくるということでございます。でですね、私、後半戦のね、この土蜘の根城、一切やってなかったので、まあ、まだね、あの、商品の方を、報酬の方をね、一切取っておりませんので、とりあえずこれからやっていこうと思います。で、変化の粉なんですけれど、はい、今、18002個あります。ちょっとね、見にくいとは思うんですけれど、はい。てっきりですね、9999が上限かと思っていたら、まあ、これね、1万余裕で超えていくということが、まあ、わかりました。というわけでですね、まあ、一気にここでもうどんどんね、これ、潜入していきたいと思います。というわけで、どんどん行きましょう。はい。というわけで、まあ、とりあえず、ね、いろいろとね、商品ありますけれど、まあまあ、やっていきましょう。ガンガン行きましょう。はい。潜入レベルもね、アップしましたね。潜入レベルが、これ確かね、16になると、はい、はい、最後の、ね、土蜘の真珠っていうのかな。それがもらえたと思います。というわけで、まあ、どんどん行きましょうか。これも。はい。はい。はい。というわけで、はい。引き続きどんどん行きましょう。あ、このアクセサリーをもらえましたね。素早さプラス15。結構ね、ありがたいですよね。縛り耐性 3% というのもあって。まあ、これね、星さんの、アクセサリーですけど、はい。これ結構ね、役に立ちそうな気がします。はい。というわけで、潜入レベルもアップしました。はい、どうも。ありがとうございます。はい。では、引き続きですね、どんどんやっていきましょう。はい。お、一番トップの、ね、スタンプの方もいただきました。はい。引き続きどんどんやっていきましょう。はい。潜入レベル、どんどんアップしていきましょう。はい。はい。引き続き、いきます。はい。だいぶね、報酬の方がね、残り少なくなってきましたね。はい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 。潜入レベル13です。はい。どんどん行きましょう。はい。どんどん行きます。はい。どんどん行きましょう。はい。今ですね、なんだっけ、潜入のためのね、砂なんですけれど、7800まで、減りましたが、はい。当初が1万ということで、まだ半分もね、減らしていないということになります。とりあえず、どこまで減らせるのか、ね、なかなか、はい。まあ、どんどん行きましょう。もしかして、これ、報酬全部ね、ゲットしましたかね。特別潜入の方をやってもね、多分、はい、ゴールドしかもらえないしね。ということで、あんまり特別潜入のね、意味ないですよね。ということで、はい。まあ、とりあえず、潜入レベルはですね、まだ14なので、上限の16まではもう少しかかりそうということなので、まあ、どんどんね、潜入レベルを、アップさせていきましょう。はい。はい。というわけで、行きましょう。どんどん行きましょう。流れ作業ですね。はい。流れ作業。はい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 はいはいはい。ここで、はい、レベル16になるかな。はい。はい、潜入レベル16までアップしました。ということで、はい、土蜘の真珠をいただきました。ね、ちょっとこれは、そうか、選択できないんだ。まあ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 、いいでしょう。というわけで、はい、潜入レベルが、マックスに、
になりました。あとはどうですかね。はい、あと全部、ね、ゴールドか真珠ポイントばっかりですかね。真珠ポイントはどれぐらいもらえるんだろう、まあ、1回30ポイントぐらいか。うん、結構微妙っちゃ微妙ですね。はいはい、あ、まあまあ最高で100ポイントなんですね、真珠ポイントね。2、3、4、5、6、7、あ、結構今回はもらいましたね。はいはい、はい、あ、結構減ってきましたね。はい、なんとかの砂が、はい、2700まで減ってきました。はい。はい、どんどん行きましょう。2100まで減ってきました。はい。1800まで減りました。はい。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。はい。はい、もうすぐで、終わりが見えてきました。はい、これで終わりですね。はい、というわけでですね、とりあえず今回、はい、仙人に必要な、まあ、砂をですね、すべて使い切りました。報酬の方はね、すべてゲットすることができましたということでですね、はい、まあ、とりあえずね、こんなところになります。まあ、あんまり大したことなかったなっていう気はするんですけど、いかがでしょうか。まあ、とりあえず、ね、ゴールドとか、真珠ポイントとかね、もらえますので、まあ、余ってたらね、時間があったらやってもいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。